どうも、花房皮膚科花房です。今日は、ADM、抗天性真皮メラノサイトーシスって呼ばれたりする、ものですけど、それについて解説していきたいと思いますね。これもね、多分ね、そういう ADM っていう病名が世に広まった結果だと思うんですけど、すごく、相談される方が増えてる、シミというか、あざなんですけどね。それについて解説していきたいと思います。で、 ADM っていうのは何かっていうと、大体、女の人にすごく多いんですが、女性が、大体10代後半から20代ぐらいの間にこう典型的には両頬に小斑点、5ミリから1センチぐらいの小斑点が、たくさんできて、左右対称に、できてしまうっていうようなものですね。実はシミじゃなくてアザっていうことになりますね。肝斑とかそばかすとかその他のシミと、間違えられやすい、病気ですね。その他、頬のこう小斑点だけじゃなくて、目の下のこうクマっぽい青色斑であったりとか、あと有名なのはこの鼻の小鼻のところにこう斑点ができたりとか、あとはこう、こめかみのあたりにこうぼんやりした、茶色い、青褐色かなの斑点ができるような、こともありますね。で、これはね、診断が全てでして、肝斑とどうやって見分けるか、そばかすとどうやって見分けるかっていうのが、肝になってきますね。それはね、ちょっと我々皮膚科の仕事なので、詳しく、申し上げることは避けるんですけど、肝斑との違いで結構有名なのは、肝斑っていうのはこう下まぶたの中には入ってこないと、頬にあって下まぶたは避けるっていうのが肝斑の特徴なんですけど、 ADM の場合は、頬から、下まぶたのところまで、分布してるっていうことが多いですね。いろいろ、ポイントはあるんですが、これはね、割と熟練した皮膚科医じゃないと見抜けないこともありますので、困っている人はぜひ、近くの病院に相談していただきたいなと思いますね。で、治療なんですけど、これはね、吸水池レーザーっていう、レーザー、もしくはこうピコレーザーっていうレーザーが、保険適用で、治療することができるので、ぜひ、興味のある方はやっていただきたいと思いますね。レーザーを当てて、で、3ヶ月後にもう1回当てると。で、それを繰り返していって、大体 3,4 回ぐらいで完全にクリアになる人が多いと思いますね。なので、でその他の、つけ薬とかフォト治療とかトーニング治療とか、そういうエステでやってるような治療っていうのは、完全に無効で全然良くならないので注意が必要ですね。もし、ADM でお困りの方がいらっしゃれば、ご相談いただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。